はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。ですからこれでシミュレーションをしますとですね、それぞれ1ヘムと、ほとんどないという状況でシミュレーションがされるわけですね。先ほどと同じようにこの黄色い点が出るわけなんですね。こちらのオレンジの点は0というふうに入れて目安にしているわけです。それではシミュレーションをこちらに切り替えまして、ここのステップの定義のところを有効にします。この先頭の米印を外しますのでね、これ有効になるわけですね。それでセル C1 をですね、1から24まで1ずつインクリメントでステップしますというふうにします。そうするとここでステップの定義がこちらのパラメータの定義より優先しますので、この関数の中のセル C1 は順番に1234と変化して、結果としてこの C1 の値は先ほど説明しましたテーブルの中から1個ずつ順番に取ってくることになるわけです。それではこれシミュレーションしてみましょう。先ほどと同じようにこういうふうなカーブが出てきましたね。これでここの交点のところを見るわけなんですけども、これ先ほどと違うのはこの交点の位置っていうのはここ数字、単純な数字になってますね。11、12、13っていうふうな感じで出てきているんですけども、これは何を意味しているかというと、このセル C1 の番号を意味しているわけなんですね。ですから最も交点に近いところというのを番号で探すわけなんですけども、これから見ますと、13という番号が一番近いというふうなことになるわけです。この時のコンデンサーの容量はその先ほどのテーブルの13番目だということで、分かるわけなんですけども、とりあえず今は具体的な数値が分からなくても次に進めますので、13番だというふうなことでここにですね13を入れてシミュレーションを今度こちらのインダクタンス側に移行するわけですね。こちらのセル C1 ここを13にするわけですね。そしてここのステップの定義、このセル C1 はもうコメントにします。そうするとこちらの13が優先しますので、この C1 は13番目で固定となります。それに対してですね、このセル L1 の方は1から24というふうに可変しますので、こちらの0の定義は無視されて、このセル1が順番に1から始まりますので、L の値が更新されていくというふうなステップシミュレーションになるわけですね。それではこれシミュレーションしてみましょう。このような結果になるんですけども、ここの交点から始まりまして、順番にですね、このように中心、インピダンスの整合している位置に来まして、ここが一番中心に近いわけですね。これ番号で言うと20番になるわけなんですね。それでここのセル1のところが20番というふうな定義にするわけなんです。ここの定義20番としましたね。そしてこちらのですね、インピダンス整合用のシミュレーションをコメントにしまして、こちらの周波数の確認の方のシミュレーションを有効にしまして、それでシミュレーションをするとこの原点周りの周波数に対する変化がわかるわけですね。このような結果になりました。少し拡大してみましょうか。どうでしょう、先ほどと比べてちょっとだけ離れていますけども、それは部品をですね、販売されているステップ、つまり E12 のシリーズから選択するというふうに考えて求めましたので、しっかりですね、中心に合わせることが困難なわけですね。それでですね、ここの20番とか13番がどういう値なのかっていうふうなことを調べるためにですね、こちらにですね、L1、C1 の値をバリュー L1、バリュー C1 ということで、メジャメントコマンドでログに落とすようにしてるんですね。ですから、ログをちょっと見てみましょうか。こうやってログ見ますと、ここに出ていますね。L1、C1 ということで、こういうふうに出ているんですけども、これ見て皆さんゲゲッと思ったと思うんですね。もうとても残念なことにですね、ここはリニアな数字で出てくれないんですよ。全部デシベルの単位で出てしまうんですね。そこでまたエクセルさんにちょっと登場してもらうわけなんですね。
まあ、変換用の Excel のファイル開きましてね、ここに先ほどのログからコピーしてきたものを貼り付けるんです。マイナス148デシベルとかマイナス220デシベルとかってもうわけのわかんない数字になってますけども、まあ、それをリニアに変換しますとですね、39のマイナス9乗とか、10のマイナス12乗とかこういうふうに出るわけですね。マイナス9乗ナノですね、12乗ピコですよね。ですからコイルはですね39ナノヘンリー、そしてコンデンサは10ピコというふうなことの結果がまあわかるわけです。回路図のここにですねコメントとして置いておきましょうか。まあ、これで設計の手順は終わりなんですけども、まあ、ここで終わってしまってはまあ電スパ的でないので、もう一つの要素をやってみたいと思います。まあ、それはばらつきです。まあ、この E12 のシリーズから部品を購入するわけなんですけども、それぞれ部品もですねばらつきを持っています。まあ、それぞれがばらついたときにですね、こちらのインピーダンスの中心点、まあ、それがどんなふうにばらつくかっていうふうなことを調べたいわけですよね。ばらつきを調べるためにですね、以前モンテカルロのばらつきを調べたときのマクロファイルを持ってきまして、まあ、それを使います。でそのためにですね、そのばらつきを調べるためのこういう定義をですね、まあ、ファイルの中に記述して保存して、まあ、それを呼び出す形にしたいと思います。まあ、それぞれテキストファイルですからね、この LT スパイスにドロップしますとこんな風に開くことができます。このようなことを記述したファイルをこういう名前で作っておくわけですね。まあ、これらのファイルを使いますとですね、定義はこのような形になります。まず先ほどの調整のための定義はこちらにインクルードアナライズ LC 調整というふうな形で定義します。そして周波数で確認する定義はインクルードアナライズ可変周波数、そして総合ばらつきを見るときはですね、インクルードアナライズ総合ばらつきというふうな形で定義をします。そしてこの3つの定義はですね、それぞれどれか1つを有効にしてシミュレーションをするというふうな形にします。そのためにですね、こちらの AC 解析のコマンド、このパラメータのところがアナライズという文字列になってまして、それぞれのファイルの中で文字列として AC のパラメータをこういうふうに記述しているというふうなスタイルにします。さて、今ここで総合的なばらつきを見るわけですから、まずインダクタンスの番号20番、キャパシタンスの番号13番、先ほどの E12 という関数をですね、さらに外側に J という関数で包み込みました。こちらもそうですね、 J という関数で包み込みました。まあ、こちらのこの J という関数はここにインクルードしてきましたモンテカルロのテキストのファイルの中にこのように定義されていまして、ここですね、こういうふうに定義されていまして、まあ、最終的にですねモンテカルロの関数で 5% 変化させるという定義にしてあります。ですからこれでシミュレーションしますとですね、この部品もこちらの部品も 5% でばらつくというふうなシミュレーションになります。それではやってみましょうか。このような結果になりまして、ここ先ほどよりなんか膨らんでいますね。ちょっと拡大してみましょうかね。このような形で、本当の真値がここに欲しいわけなんですけども、ちょっとずれたところでこれだけの範囲ばらついていますというふうなことがわかるわけです。この広がりがどれだけあるかというふうなことはですね、ここにですねログに落としているんですね。つまりこの S11 の値144メガのところでどんなふうにばらついているかということがログファイルに落ちているわけです。コントロール L で、ログファイルを開くことができるんですけども、そちらの中のここにですね、こんな風にして出ているわけなんですけども、これもデシベルで書かれていますので、なかなか見た感じピンときませんよね。そこでこれも変換 Excel でやってみましょうということになるわけです。ログファイルをですね、丸々 Excel のところに貼り付けまして、こちらの計測した値
まあ、これをですねデシベルになっているものをこのようにですね普通のリニアな数値に変換します。まあ、そしてそれをずっとステップでたくさんある中をですね、まあ、平均がいくつとかマックスとかミニマムがいくつだとかシグマがどれぐらいだ、まあ、そんなようなことをですねエクセル上で算出して、まあ、設計目的の範囲の中に入ってるかどうかというふうなことを考えるわけです。まあ、それでここは今50オームで正規化してやっていますので、まあ、オームの単位でばらつきの中心値を見ますと、まあ、0.9 オーム中心点からずれていますということがわかるわけです。まあ、そして広がっていますのでねその広がり具合の3シグマがどれぐらいあるかというと、まあ、1.1 オームぐらい広がってますよというふうなことで、まあ、50オームに対して1オームだけずれて広がりが 1.1 オームというふうなことで言いますと、まあ、大体プラスマイナス2オームとかってそんな話になっていくので、まあ、その程度だったらいいですねっていうふうなことになるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、このようにですねインピーダンスの整合の値を、まあ、こちらのインピーダンスチャートとアドミタンスチャートの補助線を使って、まあ、図形的に折り返しポイントを見て、まあ、設計していくというようなことをやってみました。まあ、この場合はですね、まあ、L と C というふうな形で、まあ、2個しか要素がないんですけどもこの L と C の2個の要素にですねこちらにコンデンサーをつけて、まあ、一般に π 型と言われるんですけども π 型のインピーダンスマッチングの場合はじゃあどうやってやっていけばいいんだろうというふうなことを次にやってみたいと思います。まあ、このような π 型のインピーダンスのマッチング回路ですね、それで条件をまた変えてみました。50オームと100オームのインピーダンスマッチングということでしかも周波数は50メガという条件にしてみました。まあ、それでやらなきゃいけないことはさっきと全く同じですね。要素が3つに増えたということですね。まあ、そしてですねもうばらつきまで算出するということがもう見えてますので最初からこのばらつき関数 J を括弧に入れていますね。まあ、調整はさっきと同じですね。こちらの負荷側に近いコンデンサーそして次にこのコイルそして最後にこのコンデンサーという形でやっていきます。早速一番最初のステップのこのセル C2 を有効にしてつまりこれですねこれを有効にしてシミュレーションしてみましょう。まあ、今度はこのような形になります。100オームですからここの1に対してこの2の位置から始まるんですね。ですからコンデンサーが2つ平行に入っていますのでね黄色い線がこう2つになっています。まあ、そしてコイルが1つ直列に入っていますからオレンジの線がこちらに先ほどと同じように1つなんですが、まあ、先ほどはここの1のところを通過するようなオレンジの線だったんですけども今度は 0.5 のところを通過するようなオレンジの線になっていますね。まあ、これはどういうことかと言いますとまずこちらの C2 のコンデンサーで実はこうぐるぐるとこう来るわけなんですね。でここで乗り換えをしますと2個で終わっちゃいますのでねここまでこう来るわけです。まあ、そして今度インダクタンスに乗り換えてこういうふうにぐるぐる回っていきまして、まあ、最後ここに到達しなきゃいけないんですけども最後また並列にコンデンサーですから、まあ、黄色いこういうアドミタンスのカーブで入ってくることになります。そしてこのアドミタンスのカーブで入ってきて1に到達するところというのはこういう円になるわけですね。ですから全体の軌跡としてはこちらからここまで行ってここで乗り換えてここまで行って、まあ、そしてここからここに戻るというふうなそういう流れになります。まあ、そういう意味で一番最初のこのポイント、まあ、ここはですねこう見ますと43ということになっていますね。まず最初のコンデンサは43番目ということですね。今度はステップをセル L1 にしますね。そうするとこちらがステップされるわけですから、まあ、結果はこのようにですねこのオレンジの補助線の上をこういうふうに通過していきます。まあ、そして乗り換え点というのはここの位置になるわけですね。この位置の値を調べてみましょう。まあ、最も近いのはここでそれ以外のところは遠く離れていますのでねここしかないですね。番号で言いますと17番になってますね。まあ、インダクタンスは17番だというふうなことになるわけです。
まあ、最後はこの C1 のキャパシタンスですね、セル C1、 こちらをステップするとこのようになります。まあ、ここから始まりましてね、こういうふうに正規化インピーダンス1のところにですね、こういうふうに向かうわけです。まあ、そしてここのところの値が欲しいわけですね。まあ、見ますとですね、こちらかこちらか、この2つのどちらかというふうなことになると思うんですけども、ちょっと拡大してみましょうか。まあ、若干ですけど、まあ、こちらの方が小さいでしょうかね。まあ、番号としては44番ということになりますね。まあ、それで次にですね、確認のために、まあ、44番、17番、43番というふうにしている状態で、まあ、この選択の方のシミュレーションのコマンドをコメント化しましてね、こちらの可変周波数の確認のコマンドを有効にします。まあ、それでシミュレーションするとこのように出てきますね。中心点50メガのところを見ますとここにありますよね。まあ、若干周波数の変化に対してですね、インピーダンスの変化が大きいような感じにも思われますね。まあ、ですから次のステップとしては、これを部品がばらついた時にどんな風にばらつくかというふうなことを、まあ、モンテカルロでやるわけです。まあ、こちらの総合ばらつきの方を有効にしてシミュレーションするということになるわけですね。まあ、その結果がこちらになるんですけども、やはり見ましても、あの前回の時と違ってですね、全体に幅広く何か変動しているのがよくわかりますね。まあ、一般にですね、コイルはなかなか精度のいいものを作るのが難しいんですが、まあ、最近コンデンサーはですね、まあ、とても精度のいいものがあります。ですからここの J のランクをですね、もう少し精度のいい別のランクに変えてみたらどうなるかということですね。まあ、コンデンサーのばらつきをですね、 1% のばらつきのものを選んだとすると、先ほどの広がってたのがこのようにですね、割と横方向の広がりに抑えられるということがわかるわけですね。まあ、今回の場合は100オームのインピーダンスを50オームに整合させるために、 Pi 型のマッチング回路で周波数50メガで選ぶ部品を、コンデンサーの場合は E24 の部品の種類から、インダクタンスは E12 の部品の種類から、まあ、それぞれ選んで、まあ、そしてですね、ばらつき精度はコンデンサーは 1%、 コイルは 5%、 まあ、そういう範囲の中でばらつきをシミュレーションすると、こういうふうな結果が得られましたということですね。まあ、いかがでしたでしょうか。インピーダンスをマッチングするための手順、まあ、これは割と簡単なんですよね。まあ、それよりもですね、このようにばらつきを調べたりとか、あるいは E12 とか24とか、そういう系列の数字で縛ったりとか、まあ、そういうふうなことの方がかえって面倒くさいようにも思いますよね。まあ、ですけども、まあ、シミュレーションですから、このように事前にですね、定義ファイルを用意しておいて、まあ、それらを上手に使うことによってですね、こういう回路の設計と、まあ、論理検証、まあ、このようにできるというふうなことですよね。シミュレーションって面白いですよね。